皆様こんにちは。本日はいちご農家の皆様に向けてパナソニックの UVB 電球型蛍光灯をご紹介します。いちご農家の皆様にとってうどんこ病やハダニといった植物病害や害虫は悩みの種かと思います。でもご存知ですか？パナソニックの UVB 電球型蛍光灯なら、その厄介なうどんこ病の発生やハダニの増殖を抑制できるんです。 UVB 光は紫外線の中で UVA の次に波長が長く、太陽光にも含まれている光です。 UVB 電球型蛍光灯を夜間に数時間だけ点灯することで、いちご生産の課題であるうどんこ病の発生やハダニの増殖を抑制します。このことにより、農薬の使用量も低減することができます。農薬散布の労力の軽減はもちろん、減農薬による安心安全な農作物作りもサポートします。さて、ここで気になるのが、UVB 電球型蛍光灯がうどんこ病やハダニを抑制するメカニズムです。いちごの葉に紫外線を当てることで、免疫機能を活性化させ、抵抗性を向上させます。その結果、うどんこ病による被害を減らすことが期待できます。UVB 光には、ハダニの卵の孵化や発育、産卵を抑制する効果もあります。ハダニは主に歯の裏にいるため、反射シートで歯の裏に UVB を当てたり、さらにカブリダニなどの天敵を使って、効果的にハダニを防除することができます。つまり UVB 電球型蛍光灯は、反射シートと点滴を併用することでより効果が期待できるんです。すでにご活用いただいている農家様からも、うどんこ病やハダニ対策としてご評価いただいています。当園では、目に見えて効果を感じることができたと思います。当初の目的であったうどんこ病の予防防除ももちろんそうなんですけれども、当園の方ではハダニの被害もですね、少し減ったかなっていうところも確認できております。パナソニックの UVB 電球型蛍光灯は、農薬の散布回数を減らすことで労力の軽減や減農薬のいちご作りを通じて、いちご農家様をサポートします。自然界にある紫外線の力で農薬を減らして、いちごを強く、ストロベリーをストロングなベリーに。Panasonic